ランニングショック。今日はですね、今緊急で動画を回してるんですけども、ボストンマラソンが今日本の時刻で4月16日火曜日ですね、時刻1時前です。はい、ボストンマラソンがちょうど10時半ぐらいから開始されてて、そちらのレースをですね、ずっとライブ配信で見てたんですけども、快挙が起きましたということで、ちょっと今日はですね、緊急で回しております。もうめっちゃ眠いんですけど、ちょっとこの動画は早くこうね、動画にしないといけないのかなと、した方が、この凄さが伝わるのかなと思って、動画にしております。まあそれがですね、何かというとですね、ボストンマラソンに出場されてた選手、まあ有力な選手で言うと、日本だと、大迫選手だと思うんですけど、その大迫選手を抑え、かつ、サブ10、2時間10分を切り、かつ、ボストンマラソンで、8位入賞をした市民ランナーがいるということで、これはですね、すっごい快挙じゃないかなと思って動画を回しております。僕自身も、まあ、ボストンマラソンは大迫選手をちょっと応援したくて、ライブ配信を見てたんですけど、その大迫選手に、まあ、終盤まで同じ集団で走って、まあ、どこかで大迫選手の方が出るのかなと思ったら、35キロ以降のラップは大迫選手を突き放すかのように、日本人トップをひた走る市民ランナーがいるということです。これはね、すごいよね。まあ、まず何がすごいかっていうと、言ってしまえば大迫選手は、もう、過去に東京マラソンで6位入ったとかいう選手ではなく、今現在も日本人で、まあ、トップ選手ですよね。パリ五輪を、走るし、まあ、この間の MGC でも3位だったということだし、もう本当、現時点で、日本でトップの選手、その選手を抑え、市民ランナーが、先行したということで、まあ、大迫選手のその状態とかが、どういう状態だったかとかは分かんないですし、まあ、タイムで言うと、大迫選手も2時間10分、11分だったかな ?2 時間11分くらいかかってたので、まあ、状態がもしかするとあんまり良くなかったのかもしれないんですけど、このボストンマラソンの、2024年ボストンマラソンっていうこのレースの中で言えば、市民ランナーの方が8位に入って、日本人トップを走ってるということで、これは快挙じゃないでしょうか。その選手はですね、森優真選手ですね。はい。元平松病院で、もともと佐川か。佐川で実業団でやられてて、その後平松病院に移って、で、今は京都の方で市民ランナーをやられてるということなんですけど、まあ、僕もですね、面識がある方で、琵琶湖毎日マラソンで一緒に走ったりとか、直近だと、琵琶湖 BTT か。BTT のレースに、まあ、滋賀の方でやられてるレースなんですけど、そこのゲストで走られてて、市民ランナーとして活動されてる方なんですけど、まあ、その方がボストンマラソンで8位に入賞したということで、これはビッグニュースですね。まあ、しかもレースもですね、非常にこう自分のやりたいレースをやられてて、なんと最初の5キロは14分26秒で入られてて、なんていうのかな、最初の1キロは2分40秒ぐらいで入られてたんですよね。で、トップで、後続の選手を突き放して一人だけ単独で走られてて、まあ、見ようによってはですね、見方によっては、おそらく、まあ、みんながみんな、森井選手が、きっと落ちていくだろうと、多分思ってたと思うんですよ。僕も、さすがに、その走りをして最後まで持つのか、正直、難しいんじゃないかなと、思ったんですけど、まあ、森井選手はその走り、自分の走りをして、最後の最後までしっかり粘って、2時間9分59秒ということで、サブ10。で、順位も8位ということで入賞ということです。これはすごいよね、マジで。なんかこう、市民ランナー、同じね、こう市民ランナーとして、まあ、森井選手、もともとね、箱根駅伝も走ってらっしゃるし、実業団も転々とされてきてる選手ということもあるので、まあ持ってるポテンシャルは、まあ普通にトップ選手と変わらないものを持ってはいると思うんですけど、今現在ね、こう市民ランナーとして活動されているということで、なんていうのかな、こう、同じ親近感の枠、親近感が湧く選手がこうやって活躍されて、僕はね、なんかこう感動しましたね。この感動は、
MGC で川内選手が、爆走されてた時と同じぐらい、こう、感動してる、個人的には。ざっとね、森井選手の走りを振り返ると、最初の5キロは14分26秒で入られておりまして、結構この最初の5キロぐらいまでは先頭集団で走られてたんですよね。で、大迫選手は、最初結構抑えて入ってて、第2集団で走られてたんですけど、森井選手はもうスタートダッシュかまして、まあ2キロぐらいで吸収されてたのかな？はい。吸収された後も少し第1集団で粘って走られてて、で、徐々に徐々に第1集団から遅れて、第2集団に吸収されて、その第2集団、大迫選手のいる第2集団で一緒に走られておりました。はい。で、最後の最後までですね、ペース大きく崩すことなく、フィニッシュまで、すごいよね、ほぼペース崩れてない気がする。だいたい15分30秒ぐらいでずっと走られているような感じですね。なので、最初の14分半で、走られてたところで、しっかり貯金が、最後の最後に生きてきてるということですよね。はい。確か、サブ10は3分5秒だから、15分25秒ぐらいか。15分25秒で、5キロのラップだと15分25秒ぐらいでは走らないといけないんだけど、まあ最初の10キロ、14分26、15分6で走ったこの貯金を最後に、しっかり伏線回収というような形で走られております。まあ最終ラップは35から40のラップが12分13、15分30か。最後の35から40のラップも15分30ぐらいでカバーしてるので、ほぼペース落とさず。で、最後の2キロ、2.195 かな？あ、最後の1キロか。最後の1キロは一気にペースアップして、多分3分10とかで走ってんのかな？じゃあ、3分5とかか。結構ペース上がってる。マイルで 12.4 キロ時速なので、結構ペース最後上げてゴールされてるということなので、最初自分のやりたいレースをして、で、そこからしっかり冷静に走って、最後の最後をしっかり切り替えてサブ10ギリギリ滑り込んで8位入賞と。これはね、すごいんじゃないかなと思いまして。いやー、これね、どうなんだ。なんか、僕だけかな、こう、深夜のテンションでちょっと動画回してるんですけど、この凄さはね、伝わるかな、伝わる。多分明日の、まあ、ヤフーニュースとかに載ると思うんですよ。ボストンマラソン、日本人トップは森井優真みたいな感じで載ると思うんで、ぜひですね、そのニュースを見ていただいて、まあ、なんていうのかな、こう、同じ市民ランナーとして活躍されてる方を、なんていうのかな、一つの勇気になるというか、こう、市民ランナーでも戦えるんだな、みたいなのが、すごいね、こう、一つ、示された。で、なんか、あれみたいだよね。あの選手みたい。藤原新選手みたいな感じで、無名のランナー。無名のランナーだったのかな？なんか、藤原新選手は、プロランナー、あ、ニートランナーみたいな感じで言われてたんだっけな。まあ、藤原新選手の再来みたいな感じに、なんか僕は感じました。まあ、そんな感じでですね、今日はちょっと、深夜のテンションで、ちょっと雑談してまいりました。ちょっと眠いんですけど、興奮冷めやらぬっていう感じなんですけど、まあ、そんな、ボストンマラソンの感想でございました。ということで今日の動画以上。ご視聴ありがとうございました。